はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定 SH フィギュアーズ仮面ライダーブレイブハンタークエストゲーマーレベル5と仮面ライダースナイプハンターシューティングゲーマーレベル5です。はい、レベル2関連は一般販売で発売されましたが、レベル5はプレバン限定で、あのはちゃめちゃな4人協力プレイが第10話ですから、もう間もなくあれから1年ですね。プレバンアイテムですから、正面には小窓がなくって、各レベル5画像と全体をぐるりと見回すとこうなってて、一般販売版とパッケージカラーなんかは特に変わりませんね。本体も基本的にそこまで大きく変更はなくて、ドラゴンガンが付属してるのと、こっちにはドラゴンブレードが付属で、ただ今回限定で劇中エフェクトが付属しますから、これは遊べそう。ではレビューしていきます。一応レベル2の外箱と見比べるとこうで、小窓のありなしぐらいでそこまで変わりませんね。中身はこうなってて、ブレイブレベル5本体に手首が8個に、説明書とエフェクトがミス、ヒット、ゲット、グレート、レベルアップ、パーフェクト、ゲームクリアで、このエフェクトシートをフィギュアと組み合わせて使うためのジョイントパーツが付いております。では本体を詳しく見ましょう。もともとレベル2自体が相当出来が良かったので、そこにプラス右半分にアーマーが追加されたような形で、全体をぐるっと見回すとこうで、なので問題なくめちゃくちゃかっこよくって、ベルト部分にはドラゴナイトハンター Z のガシャットが刺さってますし、これも一応引っ張れば取れますので、決め技のシーンを再現することもできます。ただ相変わらずシールはありませんね。右半分のアーマー周辺を見るとこうなってて、もう完全に同化してて、元々のアーマーはありませんし、あ、でもここが黒くなってるっていう感じなのかな。ただレベルアップライダーシリーズと違って腕の見た目自体が大きく変わってますね。で、膝下にアーマーが入ってで、これもいろんな角度から見るとこうで、ドラゴンの足がちゃんと本編通りだいぶ小さくなってますね。可動に関してはレベル2と変わりませんし、下半身の動かしやすさも特に変化なしかな。これがあることで何か大きく干渉するとかそういうこともありませんね。腕も回転して水平に上がりますし、手首回転もあって、で、肘可動も問題なく動かすことができます。そしてエフェクトシートはクリアパーツの上に綺麗に文字があって、それなりに硬くてしっかりしてますね。これをどういう風に使うかっていうと、別でこのようなクリップがあって、ここにスッと差し込んだ上で、その間用のジョイントが、こういう L 字のものがあって、そこに丸型のクリップパーツを差し込んで、で、これを手首とか足首にはめ込むような感じです。うわ、でもこれ塗装大丈夫かな？うわ、心配。なんかブレイブが攻撃されてる風になっちゃった。ヒットヒットってポーズをしてるつもりが、ブレイブにヒットヒットみたいな感じの状態になりましたが、いける？これ面白い。他にはかなり大きいけど、ゲームクリアーとか、でもこれ上半身に合わないな。意外と難しいぞ、組み合わせて遊ぶのが。サンプル画像では足にレベルアップをつけて、こんなポーズをとっておりましたが、レベルアップ感あんまりないね。グレートとかの方がいいのかな。ただフィギュア自体はめっちゃかっこいい。やっぱエグゼード系のアーツいいな。グレート。もっと上の方がいいのかな？これ難しいぞ。もっと簡単に使いこなせるかと思った。一旦まずエフェクトを外して、スラッとした立ち姿からの右手を構えれば、まずはハンタークエストゲーマー変身ポーズですね。右側のアーマーを強調してポーズをしてると、レベル2と結構雰囲気違って見えるかも。
そんなにイメージ変わらないかなと思ったらそうでもありませんね。はい、この状態で全体をぐるっと見回すとこうで、やっぱエグゼイドライダーユニークだな。この状態でのバーストアップはこうなってて、さらにここからバグスターに向かってのダッシュポーズからのジャンプ攻撃構えポーズにそのまま斬撃。着地の構えポーズなんかもほぼ問題ありませんが、右手もうちょっと内側に曲がるといいんですけど、これがマックスなんですよね。あとは普通に立ち状態での斬撃ポーズや、というかこの状態で魂ステージを使ってシートをはめればいいんだ。こういう風に組み合わせれば、おお、それっぽい。ただ、ここのクリップパーツが1個しか入ってませんから、魂ステージが複数あっても、同時に1個までしか飾れないんですよね。M がフルドラゴン状態ではありますが、戦い方がめちゃくちゃな M に向かって注意するシーンですね。さらに、黒竜拳のガードポーズからの、グラファイトは俺が切除するのこのポーズ。まさかグラファイトとタイガとヒーローの因縁が最終決戦直前まで持ち込まれるとは思いませんでしたよね。あの3人のラストバトルもほんとかっこよかった。というかエグゼイドアーツはアップになってもほんと造形すごいな。そしてドラゴナイトクリティカルストライク、これで一旦グラファイトは退場しましたよね。というか今回は武器の付属はありませんが、ドラゴンブレードが結構ボリュームがありますので、簡単にかっこいいポーズが決まりますから遊びやすいですね。ここにゲームクリアを使えばより劇中イメージっぽくなりますね。ボディにはめ込むというよりは魂ステージと組み合わせて使った方がいいかも。では次はスナイプのレベル5開けましょう。これもおおよその内容物はブレイブと同じで、劇中エフェクトシートとそれで使うクリップとライダー本体が入ってますね。基本はレベル2とパーツ共有してて、元々の完成度の高さからすごいかっこいいですし、左側にアーマーとドラゴンガンとさらに左足のアーマーがついてますね。そしてガシャコンマグナムの付属はなくて、手首パーツが6種類。ミース、ヒット、ゲット、そしてグレイトが赤い文字から青い文字に変わってますね。レベルアップ、コンティニュー入ってる。ゲームスタート。そっか、さっきはゲームクリアでしたから、結構違いますね。はい、まずは手首パーツを開き手に変えて、レベル5変身ポーズ。スナイプはシンプルな立ち姿ですね。この状態で全体をぐるっと見回すとこうで、右側がマントで左側がアーマーですから、ごつさが相当アップしているように見えます。しっかりとガシャットが刺さってますし、これも決め技スロットに差し替え OK で、可動的にはブレイブと同じで膝曲げも OK でロールも入ってますし、腕回転に水平に二の腕のロールと、ここもヒンジで可動しますね。あとはアーマーと武器が同一化してますね。ちょっと腕を曲げれば変身後の構えポーズもできますし、近づいてみるとドラゴンガンがかなり主張してますね。今ちょっと本編を見返したら意外と銃を使ってなくて、この状態でガンガン格闘してましたね。キックポーズだったりとか、ドラゴンガンでの斬撃、さらに3人を押しのけての射撃攻撃、さらに別の射撃ポーズで、スナイパーマントがありますからアクティブなアクションポーズがかっこよく決まりますよね。仮面ライダーは俺一人で十分だからの、
ドラゴナイトクリティカルストライクでゲームクリア。この状態での必殺技ポーズが意外とシンプルめなんですよね。いろんな角度から見るとこうで、ゲームクリアのエフェクトも隣に置きましたが、さらにここから、M とヒーローを追加することで、同時必殺攻撃っぽいこともできますね。本来はここがファングで、あとレーザーのクロウがいますが、レーザーのクロウは後日発売しますけど、エグゼードのハンター系はフルドラゴンで終わりですから、ファング発売しないんですよね。そこがちょっと残念。さらに今回のプレ版限定アイテム同士で並べるとこうなってて、後半のこの二人の歴史的な和解シーンもほんと良かったですよね。そう思うとエグゼイドほんと名シーン多いですよね。はい、ということでプレ版限定 SH フィギュアズ仮面ライダーブレイブハンタークエストゲーマーレベル5と仮面ライダースナイプハンターシューティングゲーマーレベル5を紹介しました。基本的にはレベル2がベースになってて、そんなに変わってないかなと思いきや、アーマー部分が結構強調された見た目になってて、ポーズ付けするとだいぶ印象が変わりますし、基本は4人マルチプレイのフォームですから、やっぱり複数のライダーが並ぶとすごく映えますね。ただレーザーの発売まではいいんですけど、エグゼイドのファングやっぱ出て欲しかったな。4ライダーのマルチプレイ状態で並べたかった感はありますね。以上、プレ版限定 SH フィギュアーズ仮面ライダーブレイブハンタークエストゲーマーレベル5と仮面ライダースナイプハンターシューティングゲーマーレベル5の紹介でした。